南西からの撮影地図、ゴスフォース十字架は、アングロイコールサクソン芸術の彫刻が施された、大型の石像十字架である。日本語文献では、ゴスフォースの十字架、ゴスフォースの十字架石碑などとも呼ばれる。イギリスカンブリアカウンティの、ゴスフォースの聖母マリア教会に設置されており、十世紀前半のものであろうと推定されている。九世紀、 または十世紀のいずれかのタイミングで、ノース人たちはかつてノーサンブリア王国の一領土であった、この地に入植してきた。彫刻に描かれるキリスト教的シンボルと北欧の異教的シンボルの共存は、キリスト教家が北欧に与えた影響を示す有形の証拠であるという説を受けて、この十字川字木を集めるようになった。北欧神話の登場人物や場面を表現したと、 解釈される、精巧な彫刻が、ゴスフォース十字架には施されている。ゴスフォース十字架が最初に同定されたのは1866年で、あり、アマチュアの古物研究者であるチャールズ・アランデル・パーカーが、彼の著作ザ・エンシェント・クロセズ・アット・ゴズ・フォード・ド・カンバー・ランドにおいて、これを行った。彼は十字架が、子、エッタに記述される場面を表していることを説明した。 十字架に施された彫刻には以下の場面に同定されたものを含む。この十字架にはキリストの卓形の描写のようなキリスト教的なシンボルもまた彫刻されている。キリスト教的シンボルと北欧の異教的シンボルが十字架に共存していることはキリスト教家に異教の物語が利用されたことの証拠と言えるかもしれない。 十字架の高さは4.4メートルであり、赤色砂岩から作られている。製造年代は920年から940年の間と推定されており、現代でもなお実に良好な状態を保っている。ゴスフォース十字架とアートン・クロスの重要性を認めた、ビクトリアアルバート博物館は1882年に十字架を複製し、 これを、博物館の複製品展示室に展示している。1887年、ウィリアム・スレーター・カルバリーは、この十字架の実物大の複製品を注文し、カンブリア・カウンティのアスパトリアの教会の中庭に、設置した、ホックバック墳墓の彫刻。釣りをする、トールゴス・フォースの聖母マリア教会はこの他にも、重要なホックバック墳墓を備えているが、これは、 トールガミが釣りをしている場面を彫刻した別の十字架の断片を流用したものとも考えられる。ありがとうございます。